まず、最大のこだわりは木を見せれる住宅、大黒柱、フロア、和室とことん、木を見せれる住宅っていうのにこだわりました。たくさん収納が欲しくて、要望を営業さんに伝えたところ、もう十分すぎるぐらいの収納を作っていただいて感謝してます。やっぱりいろんな会社と接触していく中で、最後まで付き合いできると確信できたのが日本ハウスだったと、それにつきます。建てたのは私たちの家なんですけど、営業の方がですね、自分の自宅のようにね、親身になって対応してくれて、また至らないところ、アドバイスとくださってですね、最終的にはやっぱり私たちの家でありながら、営業と私たちと同じ気持ちのこもった家作りになったかなと思っております。実際木の生えてる山へ行ってですね、たくさん生えてる木の中から営業の方と一つずつ品調べをしながらですね、でみんなでこうこれっていう木を決めて、これをまあ目の前で切っていただいたには、圧巻の思いであります。これにしようか迷いながら、あれがいいかなこれがいいかなって言って、あっち行って遠いところを営業の方が走って行って抱きついてくれて、なんかこれがちょっと大きいとか、これがちょっと小さいとかいうのを一生懸命伝えてくださってるのがすごく感謝してます。来客のされた方がですね、玄関開けた瞬間、ああ木の匂いがしていいねっていう言葉が、まあ、ほぼほぼ皆さん言ってくださってます。で、まあ、私もまあ住み慣れてしまったんで、そういう匂い的なものあんまり分かりませんけども、やっぱり初めての人が来られて、やっぱりいい匂いがするんだなっていう言葉をいただくのが、まあ、一つの喜びであり、住んでもやっぱこういろんな部屋行くにつれ木が見えたりとかして、やっぱ落ち着く家に仕上がっているなと日に日に思っております。すごく広いし、収納もすごくあるし、すごい十分満足しています。